to the cat. Listen to the cat. A mouse. A mouse. This is a mouse. This is a mouse. Mouse. This is a mouse. This is a mouse. はい、今日は小麦ちゃんに最近買ったベビーグッズがあるので、それをご紹介したいと思います。はい、最近買ったのはこちら。はい、コップデビューしました。イエーイ、バオカップっていうのかな。バオカップベイビーで西松屋で購入しました、はい、これは12ヶ月頃からっていう風に書いてあります。なんかいろいろ種類あって結構悩んだんですけど、うん、一番洗いやすさ、洗いやすさで選んだ、洗いやすさと倒れにくさで選びました。そう、小麦ちゃんがね、ダウンって机に置いた時にペコって倒れるのも嫌なので、そこが平らな面積が多いやつを選びました。で、これ昨日買ったばっかりで、最初練習が必要かなと思ったんですけど、うん、使用し始めて 1,2 時間で習得してくれて、ね、今ではもう自分で持ってこうやって飲んでます今まではストローだったから、うん、こういう何傾ける仕草がなかったんですけど、こうやって飲むんだよって、こうやってやったら出るんだよっていう風に教えてあげたら、すぐに自分で傾けてチューチューようになりました。はい、すごいね。すごいよね、めっちゃ成長が早くてびっくりしています。で、これ蓋もついてるのでとても持ち運びが便利で、うん、おすすめで、これいいところがさ、倒しても全然こぼれない。そうなの、こうやって傾けても、ちょっと蓋開けてみようか、うん、で、蓋こぼれないんですよ、とっても。で、小麦ちゃん、飲んでみない。はい、飲んでみるすごいゴクゴクそういってる、スーッと出てくるんですけど、これ本当にジュー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 言いながら飲んでます、ね、こんな感じで一人でも飲めちゃいます。これだって昨日買ったんだもんね、うん、昨日買ったばっかり。すごいし早いし立派ですね、あなた立派です。中には麦茶入ってます、はい、で、これのその練習っていうか一番おすすめの方法は、一番最初は多めにお茶やジュースを入れてあげると、傾ける角度が少なくても飲めるのでおすすめです。今ではこうやって結構半分以下ぐらいなんですけどこうやって自分で傾けて飲むようになってます。そうで、メモリもついてて、ちゃんとね、どんくらい飲んだかも分かるので、うん、ママとしては嬉しい。このマグカップはこんな感じで以上です。はい、で、もう一つ購入したものがあって、それはこちらの Bluetooth スピーカーですね。こちらは 3COINS の1000円の商品で、とお風呂場で僕ら使いたかったので防滴仕様になっているスピーカーです。こんな感じで吸盤がついてるので、お風呂場の壁にピタッと貼って、で、小麦ちゃんと入ってる時とか、まあ、一緒に歌とか歌ったりするんですけど、まあ、レパートリーがね、自分じゃ僕じゃそんなに多くないので、普通に音楽キットに頼って英語の歌で遊んでます。音割れとかも全然なくて、すごい聞きやすいよね、うん、これはバッテリー式なので、ここの下の部分にこうやって開くと充電できるようになってます。防滴仕様なので、直接ここにね、水とかをかけてしまうと防水と違って壊れちゃう可能性があるので、そこは気をつけてください。皆さんもぜひ気になった方はフリーコインズ見てみてください、うん、はい、それではこの防滴スピーカーご紹介しました。はい、麦ちゃんと小麦ちゃんは2人で仲良しこよししてるみたいで、ちょっと帰ってこないので、今日の動画はここまでです。今日ご紹介したものはこちらのワウカップ
ベイビー、お風呂場でね、まあ、赤ちゃんいない方もお風呂で音楽聴いたりする方多いと思うので、こちらボーテキスピーカー 3COINS のこちら、この2点ご紹介しました。はい、また気になる方いましたらぜひ調べてみてください。それでは今日の動画はここまでです。ここまでご覧くださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。